皆様こんにちは。国際不動産エージェント鈴木です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は2022年最後の動画になります。私、鈴木のソロ動画は今回で第556回目になりました。YouTube はコロナになってから始めたんですが、この2年半で実にたくさんの動画を出したものです。自分でも驚いています。今回のお話は これから起業したい方、あるいはすでに事業者として頑張っておられる方に向けて、激励の気持ちを込めて作りました。私はサラリーマンを約10年前に辞めました。より正確に言うと、辞めさせられました。 2013年2月14日、私が44歳の時、東京・ため池山王のオフィスでロックアウト解雇を喰らい、路頭に放り出されました。その後、私は二度とサラリーマンに戻ることはありませんでした。物事をポジティブに捉えるなら、私は44歳にして独立自衛という自分の性格にふさわしい、本来あるべき人生を再スタートしたようなものです。 弊社国際不動産エージェントは市川隆史と私の二人で共同で創業した会社ですが市川も40代で解雇された経験があります人生いろいろありますよね今二人で会う時よく言ってるのはお互い勤め人が似合わない性格なんだからもっと早く起業しておけばよかったなぁとまあそれはあくまで結果論なんですけどね 市川と私の二人に共通することは、どちらも全ての条件が万全に整ってから万を持して起業したのではない。 ということですいろんなものが揃わない中でとにかくやっちゃえなんとかなると言って不完全な状況のままま走り続けてきました例えば私はサラリーマン時代属性を生かして銀行融資を引いて収益アパート5棟ほど持ち手取り年収が1000万円近くなったら会社を辞めて独立しようかなと思っていましたが蓋を開けてみれば。 それが実現するはるか前に会社を辞めさせられてしまったわけです。人生は予定通りにいかないものですね。サラリーマン時代の私が家賃の手取りが年間1000万取れるようになったら独立しようと思ってた理由は自分の事業をやると収入が不安定になるから家賃収入で下支えしようと考えていたからです。実際起業を目指すサラリーマンでそのように考えておられる方は多いと思います。 実際自分で事業をやってみると確かに収入、つまり売り上げは一定しません。事業っていうのは一気にお金が入ってウハウハになることもあれば逆にお金が出ていく一方で辛い側面もあるんですね。私たちのやっている不動産事業は銀行融資ありきの面があります。 時には金融機関にはしごを外されて予定していた売り上げが入ってこないこともあるし、提携していた建築会社が潰れて資金を持ち逃げするようなトラブルもあり得ます。安定したキャッシュを生む事業モデルを構築するにはどうしても時間がかかりますし、そのステージに至るまでの間、人件費はかかるわ、事務所経費、旅費交通費や外注費はかかるわで、ね、とにかくお金はいくらでも欲しい。 そうなるとサラリーマン時代に考えていた手取り家賃収入1000万円なんて全然足りないわけですね事業を軌道に乗せる途中で一時的に金がなくなることがあります例えば相手先の都合でお金が入ってくるタイミングが後になったり出費のタイミングが前に来たりするとその間お金がなくて不自由な思いをするドキドキすることは普通にありますサラリーマン時代に体験しなかったタイプの 金がない体験は事業主になってから何度もしてきています。事業をしていれば一時的に金がなくなるのは自然なことです。スティーブ・ジョブスだって、イーロン・マスクだって、金がなくて苦しい時期を体験してきています。 それは恥ずかしくないし、惨めなことでもありません。私の会社はこういうビジネスをやって、この分野は伸びていて、さらに具体的な案件があってお客様がいて、いつ入金される見込みがある。そんなタラレバの話はいくらでもできても、とりあえず今は会社にお金がない。対外的にかっこいいことは言えるんだけど、本音ではつなぎ融資がとにかく喉から手が出るほど欲しい。そんな経験は事業者なら誰でもしてきています。 一時的にお金がないのなら友達に正直に言って助けてもらえばいいと私は思います。例えば今は会社にお金がないです。これだけの資金が足りませんが数ヶ月後には入金されて正常稼働に戻ります。今いくら貸していただけたら利子をつけて3年後までに全部返しますみたいにすればいい。それを合法的に実現するスマートな方法の一つが 小規模死母債です。これは事業者の採用で自由に発行できる社債で、銀行などの金融機関や信用保障協会の保障は一切不要。死母債の引き受けを呼びかける投資家の数を50名以下にして、発行額や配当利回りなどで一定の基準を満たせば、金賞法、出資法、利息制限法などの規制を受けず、柔軟に資金調達できる頼もしい制度です。 私は国際不動産エージェントとは別に、鈴木資産管理という会社を持っていますが、その会社で死母債を使って700万円の資金調達をしたことがあります。2018年末に金沢市で手掛けた古民家再生ゲストハウス化の改修工事の資金が不足し、 着手金と中間金は手元資金で何とか払ったけど、結局どの銀行も融資をしてくれず、あと2ヶ月後に迫った就効時にもう払う金がない。困った。どうしよう。絶対絶命に思えた時に偶然出会った方法が小規模死母債だったのですね。とにかくこの方法に飛びついてみて、 一口50万円の社債を14人のお友達に買ってもらい、無事700万円を調達。なんとかゲストハウス開業にこぎつけました。社債の利子は年2%。償還期限は3年で設定しました。金沢のゲストハウスも収益を生むようになり、1年目、2年目、3年目の利子を払って、お借りした資金を3年後に全額お返ししました。4、5歳のアレンジは、 株式会社つながりバンクという会社にお願いしました。ここはとてもユニークな会社で、 応援したい経営者の応援したい事業だけにしぼさえアレンジするというスタイルを貫いています私が2018年にアレンジしていただいたぼさ祭も金沢という城下町の歴史的景観を象徴する建物を後世に残したいという事業内容とそして経営者としての私の人格が評価されてのことだと思いますぼさ祭を集めるっていうのはある意味シビアです 会社の看板なんて一切使えない。私、鈴木学ぶという生のみの人間が、そしてこれまでの生き方が、周りからどれだけ評価されているか、お金を出すのにふさわしい人間だと思われているか、結果が数値で出てきてしまいます。ここで大事なのは、やりきる力、逃げない心、そして素直さ。これがあれば、 人生でこれを貫いて言えば困った時誰かがきっと助けてくれるんです常に正直に生きて正直に商売をしていれば味方というか応援団は絶対にできてくるはずなんですね逆に債権者に一度でも不義理をしてしまえばお金は集まらなくなりますだから社債を引き受けていただいたなら絶対に約束通り返す失望させないという覚悟が必要です これから起業したい方に一言申し上げますと、起業する際に応援団を作っておくのが絶対に良いです。もし可能なら、創業資金は4、5歳で調達してみるのが良いでしょう。事業目論書をまとめて、社債を発行して、知人の社長とか身近な友人49名のリストを作って、一人一人にお引き受けをお願いしてみるのです。これで少しでもお金が集まるのなら、 応援団がいるということです。これからも彼らが事業を支えてくれるでしょう。逆に全く反応がないのなら、事業プランに問題があるか、あるいは自分の信用がないかのいずれかです。そもそも起業すべきなのかどうかを考え直した方がいいでしょう。また、すでに事業を展開されている方でも、小規模死亡祭という方法が意外に知られてないようにも思うので、 お金に困ったらこの方法がある。銀行に頭下げなくても良い。と、頭の片隅にでも入れておくと良いでしょう。最後に、2022年の締めくくりに一言。コロナパンデミックが起こったり、ウクライナ戦争、全世界インフレや利上げがあったりと、事業環境は目まぐるしく変わります。テクノロジーも超速で進化するので、事業者は常に適応の努力を続けなければいけません。ただ、忘れてはならないのは、 この世界はいい奴の味方。いい奴なら一時的に困っても最後はうまくいくってことです。経営者であろうとサラリーマンであろうととにかく自分がいい奴であり続けることが何よりも大事。誰に対しても常に正直素直であり続け、トラブルから逃げない人の役に立ち続けることが大事です。来たる2023年も頑張っていい年にしていきましょう。 今回の動画いかがでしたか面白かった、ためになった、勉強になった方は、いいねとチャンネル登録をお願いいたします。それでは失礼します。さようなら。